高熱,高熱水道、高熱水道、硫黄壁面、高熱水道は、吉村明の長編ノンフィクション小説。1967年に新庁舎から刊行された。日本電力黒部川第三発電所水路トンネル、ケヤキ大来機動トンネルの工事現場や、人間関係について、建設会社の現場土木技師の目を通じて描いた、作品である。 同発電所は1936年着工、1940年工事完了した。日本電力は実在の会社。佐川組はゼネコンの佐藤工業をモデルとしている。なお、おののの登場人物は架空の人物である。また、だれの記述に誇張した表現も見られる。黒部川上流の黒部強国は、雨量、河川勾配から、早くから、 電源開発の最高適地として注目され、欅平から上流にダムを設置し、欅平付近の水力発電所まで水路トンネルで水を落下させて発電を行うという黒部川第三発電所の建設工事が1936年8月に着工された。そこは資材を運搬するだけでも転落死するものが出るほどの卑怯に近い環境だった。右予曲折の末、 富山県の建築会社である佐川組は発電所から峡谷までの水路、人道の建築を担当することになり、佐川組の技師である藤平根津徹は黒部峡谷を訪れる。ところが工事現場の地下には高熱の断層が通っており、わずか30メートル掘り進んだだけで岩盤温度は摂氏70度を超えた。それどころか、 地質学者たちの予想などを経験と裏切って岩盤温度は奥に進むにつれて上昇を続け、ついには触れただけで火傷を起こすほどにまで達する。藤平たちは作業者に水をかけて冷却するなどの策を講じて工事を進めていく。しかし岩盤の温度によってダイナマイトが自然発火、暴発を起こしたのを皮切りに、 泡なだれで鉄筋コンクリート作りの宿舎が根こそぎ飛ばされるなどの事故が発生し、異例の数の犠牲者が出ていく。疑心の中にも精神に異常をきたして冬山に失踪するものが出たりした。そしてとうとう岩盤温度は摂氏166度を記録し、市場類を見ないほどに過酷な環境が形成されていった。この過程で、 犠牲者の発生を見続けた作業者の間で不穏な空気が漂っていった。あまりにも犠牲者が多いことから、富山県警察部から再三にわたって工事中止命令が出されたが、国策ということで工事は続けられ、藤平たちのたちの執念の末にとうとう水道は貫通する。しかし、すでに彼ら技師と作業者たちの溝は埋めがたいものとなっていた。喜ぶのもつかの間。 藤平たちは工事が終わったら袋叩きするという妊婦頭の警告を受け、暗いトンネルの中を逃げるように歩いて、峡谷を去っていった。日本電力は、この難工事を最後に電力管理法により解体され、土木技師は国内、外に散った。ありがとうございます。